日本一ソフトウェア。セリフ忘れた。ご案内します。ふむ、圧倒的な魔力を感じる。破壊神が現れるぞ。望むところだ。いつでも来やがれ。のおはっは、わし自ら破壊神と戦うことになるとはな、夢にも思わなんだわい。王様、破壊神と戦うなんて無茶ですよ。わしはもう王様ではない。いずれ勇者になる男なのだ。金に頼る人生とはもうおさらばだ。いざ勇気を振り絞って戦うのである。現れやがったな。今度こそ決着をつけてやるぜ。これが破壊神。ダメダメ、無理無理、こんなの勝てるわけがない。こうなったら賄賂だ。破壊神を賄賂で買収するのである。ああ、僕の自宅と生活が破壊される。大切に守ってきた平穏な暮らしが。そんなに大切なもんなら戦って守ればいいだろうが。何言ってるのさ。最強な破壊神と戦ったって勝てるわけがないじゃないか。伝説の勇者だった僕が100回戦って100回死んだんだぞ。それがどうした。100回戦ってダメなら1000回でも1万回でも立ち上がって戦いやがれ。だからゾンビが偉そうに。口先だけなら何とでも言えるさ。それは違うぞ、勇者ヤーマだよ。この Z という男は過去に幾千幾万もの死を繰り返し、その度に這い上がってきたのだ。全ては破壊神を倒すために。そうだったのか、 Z よ。しかし何故そこまでして。嘘だ。伝説の勇者の僕ですら心が折れたのに。ゾンビなんてそんな勇気があるもんか。勇気じゃねえよ。俺はただあいつを、あの破壊神だけは俺が倒さなきゃならねえんだよ。ついに来たか、この時が。よろしくお願いします。よっと、しがたい。ビルドアップ。お命ちょ
ちょうだいっす。王の出陣である。おりゃ、新緑は全部燃やす。お食べ。Yeah!
まだまだこれからだ。よすのだゼット、これ以上戦ったら死ぬのである。そうだよ、君たちはよくやった。もう十分だ。諦めよ。諦めてたまるか。死にたくない奴は引っ込んでろ。俺は死んでも破壊神を倒すんだ。ずっと止めても無駄だ。 Z は腕がもげようが足がへし折れようが戦い続ける。そんなこのままでは死んでしまうぞ。死んだくらいで Z が止まるものか。あいつには死んでも死んでも戦い続ける理由があるのだ。まだだ。俺は必ずお前を。絶対に諦め。今回はここまでか。しかし悪くない戦いだったぞ。喜ぶがいい Z よ。お前は確実に成長している。っておい、やっぱり負けとるではないか。だが破壊神の足の小指に強烈なダメージを与えることに成功したぞ。ああ、わかるわかる。タンスの角で小指をぶつけたら死ぬほど痛いもんな。って違う。貴様は破壊神を倒したと言った。それなのに負けておるではないか。ふむ、大暗黒議会全体が敵意むき出しだな。殺意すら感じる。一度や二度負けたぐらいでブーブー言いやがって。魔界の重鎮のくせに器の小さい奴らだぜ。ならば答えろ。どうしてお前は死んでも死んでも生き返るのだ。超転生とは何だ。そして何よりも、死んでも死んでも諦めず破壊神に挑み続けるのはなぜだ。そいつが知りたかったら黙って俺の話を最後まで聞きやがれ。you